こんにちは、ケンです。先週のテスラのニュース、こちらをまとめていきたいと思います。12月24日から12月30日までのテスラニュースになります。サクッとね、まとめていきたいと思います。もしそれぞれのニュースの詳細を知りたい場合は、それぞれ YouTube ね、一つ一つ作っていますので、そちらの方をご覧になってください。では、まとめニュースです。サクッといきたいと思います。まず、テスラ株の推移、こちらから見ていきます。テスラ株は今週入ってですね、まずは伸びていったんですけれども、その後ガクッと下がっておりまして、とうとう最後はですね、250ドルまで切ったところで終えています。では、12月24日から振り返っていきたいと思いますけれども、この日はサイバートラックの製造は大失敗だとテスラ内部関係者が語るという記事がありました。サイバートラックの現状としてはバッテリーの問題と製造の問題があります。バッテリーに関しては新型の4680リチウムイオン電池なんですけれども、サイバートラック1台につき約1360個の電池セルが必要になってきていると。で、現状だったら年間2万4000台までしか作れません。これが一つの大きな問題ですね。年間の目標としては25万台が今目標なので、約ね10倍増やす必要があるというのが一つあります。そして製造の問題ですけれども、その分厚いステンレス鋼のパネルの加工も難しいという問題があります。この2つの問題が現在あるということです。はい、そして12月25日と26日なんですけれども、この日は特にねテスラに関する関連した話っていうのがなかったです。では12月27日水曜日ですけれども、この日は中国で過去最高の四半期になる傾向という情報がありました。どういったことかというと、中国市場での動向として保険登録台数が微増で、週間ですね、1ヶ月とかではなくて週間での保険登録台数が 18,500 台を突破しました。これは中国市場での記録的な四半期の配達数となります。そして人気のモデル Y は2023年分がすでに中国で完売し、モデル3にも注目が集まっています。年間の配達目標に向けてこれは順調に進んでいると言えるでしょうというところですけれども、第4四半期は記録的な数字になると予測されていますけれども、株価に関してはこの日はわずかに上昇しかしませんでしたということです。はい、こちらの内容に関しては先々週から言っていますけれども、中国のポイントは週ベースで1万5000台を超えるかどうかなんですね。こちらが週ごとの中国での販売数なんですけれども、1万5000台というのがここのラインです。このラインを割とね、最近ずっとね、超えてきているんですよね。なので、このまま超え続けることができるかどうか、そしてこの2万台ですね。今まで2万台は1回だけ超えているんですけれども、この2万台を常時超えてくるかどうか、ここが大きなポイントになってくると思います。はい、ということで中国が好調なので、目標の180万台というのが実際に見えてきていますけれども、来週発表があると思います。期待をしていきたいなと思いますね。そして12月28日木曜日ですけれども、この日は新型モデル Y の情報が出ました。内容としては、上海工場で2024年半ば頃から量産開始予定というところです。昨年のアップデートよりも外観と内装の変更が顕著にあるということです。で、テスラの上海工場はモデル3とモデル Y のみを生産していますけれども、現在の年間生産能力は95万台以上となっていて、テスラにとって最大の拠点となっています。そして中国市場ではモデル Y っていうのは依然として中国で最も売れている EV の一つです。テスラは中国市場での強い存在感を維持するために継続的に製品を更新し、市場の変化に対応していく必要があるでしょうという内容です。そしてもう一つ、米上院議員からのリコール勧告、こちらの記事もありました。これはテスラの車両のサスペンド部品に不具合の件なんですけれども、議員たちはテスラが顧客に責任を転嫁し、さらに NHTSA に対しても同様の主張をしていることに強い懸念を表明しています。2020年に中国でモデル S とモデル X のリコールが発生しましたけれども、米国ではまだそのような措置は取られていません。そしてロイターの調査によると、テスラのエンジニアは数年にわたりサスペンションやステアリング、アクセル部品の頻繁な故障を把握しています。この問題に関してはアメリカ国外でも注目されていて、ノルウェーの交通安全規制機関やスウェーデンの交通庁もモデル S とモデル X のサスペンション故障について調査を開始しているということです。はい、そして12月29日金曜日ですけれども、この日はまずテスラインドの話題がありました。内容としてはイーロン・マスクさんがテスラのインド進出をそろそろ発表するでしょうというところで、2024年1月のバイプラント・グシャラートサミットで正式発表が予定されているということですけれども、実際にここで発表があるかどうかですね。そしてインド政府は電気自動車の政策の変更を進めて、テスラの投資提案を迅速に承認する構えで、サナンド市が製造拠点として候補が上がってきているということです。そして今出てきたサナンド市なんですけれども、インドの中でここに当たりますね。
こちらが拡大写真ですけれども、ちょうどこの辺りをグシャラート州と言います。その中のサナンド市がここに当たりますね。ここにテスラの工場が作られる予定であるという案が出てきているというところです。ではこのサナンド市なんですけれども、サナンド市は工業団地が集まる地域で、多くの国内外の企業によって工場や生産拠点が設立されているということで、インドの中でも産業の中心地として成長している町であるというところです。はい、そしてもう一つ、 FSD ベータ V12.1 を1万5000台以上に展開という話題もありました。テスラは FSD のベータ12ですね、これをより多くのユーザーに配布開始しました。主に従業員の所有する車両に先に導入していますけれども、正式な公開の時期は来年1月の中旬に公開される可能性が高いというところです。この FSD の V12 ですけれども、都市部のストリートでのオートステアシステム30万桁以上の C++ コードから神経ネットワークに切り替えています。そしてイーロン・マスクさんはこのバージョンからベータという名称を外す可能性についても示唆しているということです。はい、では最後に12月30日なんですけれども、ロイターの主張に反論というところで、先ほど米上院議員からのリコール勧告、こちらについて言いましたけれども、この中でロイターのことが書かれていました。それに対しての主張に反論です。で、テスラはロイターの調査報道に対して詳細な反論を発表しました。この報道は先ほども言いましたけれども、テスラが不具合のあるサスペンション部品を知りながらドライバーの誤用を非難していると主張していることに対しての反論です。で、この主張への異議に対して結構テスラははっきりと、ね、反論しています。この内容に関しては昨日の動画で説明していますので、こちらの方をご覧になってください。そしてモデル Y が2023年の世界販売台数トップになったというところですけれども、テスラのモデル Y が2023年の世界で最も売れた車になる見通しです。これはトヨタのカローラを上回り、約122万台の販売が予測されているという内容です。はい、という内容でしたけれども、今週は特にそのクリスマス前後で大きな話題っていうのはなかったです。ここ最近の動向を振り返ってみますけれども、まずは動画広告、こちらに関して今週特に大きな進展はありませんでした。そして購入特典に関しても特にね、進展というのはありませんでした。投資に関してはインド投資で着々と進んでいますけれども、来月いよいよ発表されるかどうかというね、ニュースがありました。それ以外の国の投資に関しては今週特に話題はありませんでした。そして FSD ですけれども、従業員に配布っていう情報は以前ありましたけれども、今週新たにですね、1万5000台以上に配布というニュースがありました。そして新モデル情報としては、新型のモデル Y、 これが2024年半ばに発表されるというところですね。そして懸念材料としては裁判、今週は特に裁判ネタはありませんでした。で、労働問題のスウェーデン、こちらも今週は特に大きな記事というのはありませんでした。ただ今週はやはりリコール問題ですね。もう僕はね、リコールじゃないと思うんですけれども、リコール関連がいろいろと出てきているというところです。はい、その他なんですけれども、バッテリーに関して、今日のこのまとめ動画では言いませんでしたけれども、電気自動車用の新しい固体電池が開発というね、記事もありました。これは MIT とミュンヘン工科大学の研究チームによって新しく開発されたということですね。で、バッテリーに関しては今後もね、いろいろと進化していくと思いますので、新しいバッテリー情報もあればまた紹介をしたいと思います。はい、これを踏まえてなんですけれども、まあ当たらない予想なんですが、まあ、僕は年末に向けて株価は上がると思っていたんですけれども、結局株価は下がってしまったというところですね。で、まだまだ懸念材料もありますので、これによって下がる可能性もあると思います。で、ポイントは、やはり FSD の発表ですね。これが1月に行われる可能性があるというところなので、実際に1月に発表があるかどうか、そして大きなポイントとしては目標達成があるかどうかですね。そして僕は何もなかったら260ドルを目指して進んでいくと言いましたけれども、結果としては下げてきて250ドルまで下げてきているというところです。はい、ということで来週ですね、Q4 の結果が出てきますけれども、僕はですね、結果があった後下がるんじゃないかなと思います。目標の180万台は達成するんだけれども、利益率が予想以上に改善していない。その結果として下がるっていうのがあるんじゃないかなと思いますけれども、果たしてどうなっていくのかですね、また来週、まあ、新年ですけれども情報収集してお届けしていきたいと思います。はい、ということで1週間振り返ってみましたけれども、本当今週だけに限らずテスラは本当毎日ね、いろいろなことがあるなと思いますし、この情報ね、非常に楽しいなと僕は思いながら情報収集し情報発信していますけれども、今朝の動画でも言いましたけれども、皆さんどうも1年間ありがとうございました。あともう少しで今年も終わりますけれども、皆さん良いお年をお迎えになってください。では来年もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。